振り返っていきます。ファイターズの先発は先発ローテーションの一角戻ってきたバーヘーゲンです。今日は1番に入った村林がしっかりとそのバーヘーゲンのボールを初回捉えていきました。ツーベースヒット。そして今日は2番の小深田、1番2番の連打、ここは1塁線破っていきます。セカンドランナーの村林が一気にホームに帰ってきて初回連打でいきなり先制点。しかし万波中正も素晴らしい肩を見せました。セカンドでランナーはタッチアウト、しかし先制点というイーグルスです。なおもその後フォアボールヒットでランナーを置いて満塁でベテランの阿部、右方向にらしいヒットになりました。ランナーがさらにホームイン、初回にイーグルスが2点を先行します。イーグルスの先発ローテーション争っていく滝中です。ジャパンも経験した万波中正、カット先ではありましたが、ここ外野の間ポトリという、この間にランナーが帰ってきてファイターズもすぐに1点を返します。さらには石井、センターから逆方向というところ、うまいバッティング、ランナーがこちらも一気に帰ってきます。すぐさまファイターズが同点、しかしキャッチャーの堀内好判断、お互いに野手のいい判断が続きました。2対2同点です。その裏、イーグルスはランナーフルベースから今日ファーストスタメンの森、バーヘイゲンのボールをしっかりと捉えて追いつかれた直後にすぐさま勝ち越し点。なおもランナー両コーナーに置いて今日スタメンのフランコ、最初の打席もヒット、そして続く打席というところ連続ヒット、こちらもタイムリーです。勝ち越しに成功、5対2。4回のファイターズ、マルティネスが強烈な当たり、外野前に突っ込んだところ取り切れず、ファイターズも1点返しますが、ここも中継ショート糸井家に変わっていたところでした。ランナーはタッチアウト、これで5対3です。目まぐるしくスコアが動く中、地元静岡の鈴木大地、今日はスタメンで入ってしっかりとタイムリー、取られた直後ですがイーグルスもすぐに繰り返して6対3です。スコアが大きく動く今日のゲームです。ゲームは5回、スイッチヒッターの田中和樹、他は福田からレフトの頭を越える当たりがツーベースヒット。そしてゲーム途中から入っている伊藤由紀也も積極的にバットを振っていきます。ライトへのタイムリーヒットで7対3。そして新加入のパワーボーラーのザバラ、ベテランの阿部のバットが止まりません。今日平良を置いてタイムリーヒット、これが8点目。阿部は今日は3安打というゲームになっています。じゃあ生ためにかわってゲーム途中出場の平良、昨日も引っ張って、そしてその前にライト線へのヒットもありましたが、今日もう一本追加は、こちらがタイムリーになっています。キャンプ MVP にも選ばれた野手、2年目です。最終9回は西垣がしっかりと抑えて野手の投手もありました。今日のゲームは19安打9得点、イーグルスが先発全員安打、今日の2戦目勝利をつかんでいます。ご覧の通りお互いに2桁10本、イーグルスの方も19安打というところ、打ち合いのゲームになりました。スコアボード見ていても西村さん、すごいゲームでしたね、はい、いやね、お互いよくヒ